セールスライティングについての質問をいただいてますので、寺本の方に入れていただきたいと思います。はい、はいはい、では早速質問を読み上げていきます。はい、セールスライティングのパターンがですね、ヘッドライン、オープニングへの流れと決まっていて、どれもこれも同じに見えて、まあ、先の想像がついてしまって面白みがないと、うんうんうん、まあ、斬新さがないと飽きられてしまうんじゃないでしょうかということですね。なるほどね。はい、おっしゃる通りでございます。うん、このもっていうことで、それで終わる勢い残念な、セールスライティングの弱点発覚みたいな謎の終わり方をしそうな感じでしたが、しかもすぐバレるやつですね。すぐバレるやつですね。まあ、ヘッドラインとオープニングの流れが決まっていてということですが、まあ決まっていたらそら飽きられてしまいますね。まあね、はい、いろいろシチュエーションっていうかあると思うんですけど、うん、多分ね、一つはこの人がセールスライターだからですね。ああ、なるほど。お客さんはセールスライターじゃないんで。あ、そうかもしれないですね。絶対わからないです。っていうのがまず一つ、一つありますね。はい、これはよくあるその英語だったりするんですけど、うん、なんかこうセールスレターを見て、うん、あ、このスワイプ使ってんなみたいなのを発見して、でこうよっしゃみたいな状態になるということですね。はい。だからね、同業者が見て、うん、あ、これなんかいつものパターンやなって思われたくないエゴみたいなのがあると思うんですけど、うん、それも一緒ですね。だから自分が書くセールスレターっていうのは毎回新しいやり方、誰も見たことがないような、同業者でも知らないような、あと驚くようなものを作ろうというふうになるとなりたいというのはエゴですよね。うん、そういうことですね。うん、でそれはそのセールスレターしか気づかないと、同業者しか気づかないですね。まずはそれが一つということですね。まずそれが一つです。うん、で、まあスワイプファイルっていうその重要なキーワードがあるんですけど、そのセールスライティングで、うん、それは過去にうまくいった、セールスレター そのサンプルのことなんですけども、うん、基本的にそれを真似て書くっていうのが、まあ、王道のやり方なんですよね。うん、で誰も見たことがない方法っていうのは基本的にうまくいってない方法です。うん、過去にはってことですね。誰も見たことがないということですよね。でやっぱりこのセールスライティングって失敗する確率の方が、まあ、基本的には高いわけですよ。うん、その中でずっと繰り返し同じような型が使われているってことは、うん、どういうことかってことですよね。それが成功率が高いっていうことですね。で、まあ、今までね、天才みたいな感じで言われてた人も使ってるわけですからね。ネットニコラスだって打率3割って言ってましたからね。うん、あ、そうですね。うん、3割ってことは10回やったら7回こけるってことでしょ。うん、なりますね、そういう風に。でしょう。伝説の人ですからね伝説のセースライティングの、うん、あ、それなんでね、やっぱ、うん、うまくいってるものをやっぱパクる。で僕らは、うん、パクるって言うとまたあれですけど、パクり方に関してはね、いろいろ、うん、モラルとかありますけど、うん、僕らはその芸術作品を作ってるわけじゃないので、見たことあるようなのでもいいんですよね、同業者から見てね。うん、売れれば大丈夫です僕らは成果出すことが仕事だから、はい、ビジネスマンだから、うん、そのエゴとのバランスじゃないけど、うん、エゴとその売上とどっちが大事ですか、成果とどっちが大事ですかって話ですよね。ということですね。発明家ではないので、同業者からね、すごいって言われるけど売上は下がると、うん、同業者は別にふーんって言ってるけど売上上がるんやったら、まあ普通はね、売上上がる方を取るでしょうということですよね。どこにね、うん、僕らの成果があるかっていうことですよね。うん、誰もクライアントのために誰もが見たことのない広告書くことが僕らの成果じゃないので、うん、見たことがあったとしてもクライアントは多分見たことないと思います。セールスライターやってる人は見たことある広告かもしれません、うん、ということですね。そうなので、まあ飽きられるという、まあ僕らもねセールスライティングやってるんで、まあ、ね、うん、社内の人に見せたりすると、うん、あのスワイプですねとか言われるのは、まああんまりねいい気持ちはしないですけど別に売れればね、まあ関係ない、まあそれあと驚かしたいっていう気持ちももちろんありますけどということですね。そうですね。で、まあセールスライターじゃない職業の人は、まあ広告をね、そんなに同じ、まあいろいろ読んでる人もいると思いますが、まあそんな研究とかまではしないので、まあ普通わからないというところと、あとはまあ目的は、まあ、その同業者の人たちをあと驚かせることではなくて、まあ、売り上げ上げることなんで、まあ、の成果が上がるかどうかっていう基準で、まあ、見てもらった方がいいということですね。飽きられるんじゃないかという基準じゃなくて、売り上げを基準にした方がいいということですね。あとはね、まあ、今のその2つまとめてもらったんですけど、はい、まあ、あと何個かあると思うんですけど、この方はおそらくですけど、
いい広告はあんまり数見てないんだと思います。ああ、なるほど、うん、なんで例えばそういうファイルが7個しかなくて、うん、その7個のパターンを何回も何回も使うとかいう形になると、うん、まあ、それは少ないっていう7種類しかないんやんってなるじゃないですか、うん、なりますね。まあ、そんなことはないのでね、うん、っていうことですね。もう今までうまくいった広告っていうのはまあいっぱいあるので、いっぱいありますと、うん、いっぱいあるし、そうですね、いっぱいあるから、うん、それを見ればまず解消されるかなと思う、うん、普通にそのただそれだけで解消されるかなとは思いますね。そうですね、うん、それ決まってたとしても、同じスワイプを使ったとしても、それはもうその売ってる商品だったり、売りたい相手だったり、その市場の環境だったりタイミングだったりによって、その書く内容の文章が全然違うんで、うん、型は同じでも、うん、もう全く違うものになります。絶対普通はそうですね、ちゃんと書けばというか、うん、基本的にそのビッグアイデアとヘッドライン の, そのチェック項目の一つに、このヘッドラインは商品を入れ替えてもう通用するかみたいなテストがあると思うんですね。ありますね。で、うん、通用したらダメと、通用したら基本的に、まあ、N マイナスポイントっていうのがあると思うんですけど、うん、まあそんな感じですよね、うん、同じのを使ってたとしてもそれが変われば全然違うものになりますよねと、まあ、それはリサーチをちゃんと深くすれば解消する問題ですよね。そうですね、まあ、お客さんが違うので言うこと変わりますよねっていうことですね。型が一緒でも中が変わるから、そんなにこう心配しなくてもいいんじゃないかということですね。あと最後4つ目は、はい、あの型が決まってるっていうのは何でかっていうと、それはうまくいってる、過去にうまくいってるその広告を分解すると、そういう共通点があった、原理原則があったっていうことです。だからそこは外したらダメってことですね、うん、そうですね、ものすごくリスキーだということですね。そのうまくいったやつに共通してるやつじゃないのでいくっていうことですね。そのうまくいったやつからなぜか外れるということですもんね、はい、ものすごくリスキーということですね。でその外れたようなことはダン・ケネディもやってないんで、はい、やらないでおきましょうとということですね。まあその世界で有名な人も基本的にはその肩に沿ってやってるんでということですね。そうそうそう、はい、なので、まあ、一つですね、まあ、飽きられてしまうんじゃないかということですが、まあ、セールスライターやからまあ、見慣れているというのと、まあ、目的は売上なので、まあ、その売上のところをベースに基準に見てもらうと、あとはまあスワイプファイルですね、うまくいった広告のサンプルが大量に手元にあれば、まあ、そもそもこうね、その斬新さがないという状態にはならないんじゃないかと、まあ、少ないとちょっとね、それを使い回すとなるとちょっとしんどいところが出てくるかもしれないんで、そこを増やしてもらうというのと、あとはまあ型のところは絶対もう飽きられるとかそういう問題なので、それ外すともううまくいく確率が極めて低くなるので、それはやめた方がいいと証明されたその学問だから、うん、そうですね、うん、いろいろあらゆるところで言われててみんなそうやなってなってるっていうところですからね、はい、っていうとそこには注意してもらってというところですね。でもそのやっぱ参考にするスワイプファイル、もしかするとその例えばあのいわゆるインフォ何々とかね、はいはいはい、そういういわゆるネットビジネス、まあ、ネットビジネスという言葉はすごく嫌いなんですけども、ネットビジネス系とかそれ系のやつを見てると、あ、全部一緒っぽいなってなると思います。そういうことですね。その、はい、あのその人たちが実際にこうリリースしてあるセールスレターを見てると、うん、なんか似たようなセールスレターがいっぱいあるなと思ったって、こういうふうに思った反応かもしれないな。それはまあまあ同業者じゃないっていうよりもこう、ね、そこを僕らは見ててもこう思いますよね。思いますもんね。前のやつとなんか似てるやつが。だからその人もそのあれですよ、禁止相関し合ってるんですよ。ああ、そうですね、うん、同業者のを見て、うん、あれ売れてるっぽいから似たようなんでしょうみたいな感じになって共食いになってしまってるということですね。そう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 、でね、コピーして劣化劣化劣化どんどんしていくじゃないですか、うん、元の、ね、オリジナルが、うん、まあ、あったんかどうか分かんないですけど、そのほんまに売れたやつからこう、ね、遠く離れていってしまってるわけですもんね。そう、はい、だからやっぱりそのセールスライターはそういうのはあんまり見ない方がいいです。あの潜在意識に全部入ってくるんで、絶対覚えてるから、全部覚えてるから、うん、そのいざね、書こうとした時にこう反射的に手からこう出てきてしまうという状態になるということですね。セールスライティング勉強したいんだったら、はい、一流 の, そのセールスレターとかスワイプファイルとかを見るようにしないとダメでしょうね、うん、そうですね、はい、でまあ、この体に染み込ませていって、そうそうそう、自然とその文章が出てくるようにしていくと。そうですね、はい、はい、ということになります。はい、はい。